おはようございます。水村里奈です。今日はですね、私の数日間の Vlog をお届けしたいと思います。結構毎日違うスケジュールで会う人も予定も違う中で過ごしてるので、まあ、こんな日もあるんだなっていう感じで見てもらえたらと思います。で、ここ数日は MV の撮影があったり、打ち合わせがあったり、展示会があったり、結構ね、いろいろ詰まってるので見応えがあるのではないかな、楽しんでいただけるのではないかなと思います。ダンサー振付師としての予定もありつつ、こう展示会に呼んでいただいたり、ちょっとこうメディアの方と交流する機会があったりもするので、ぜひ楽しんでみていってください。ではスタート。はーい、じゃあもろもろの打ち合わせ終わったので、はい、次の現場が代官山でございます。一回りんこちゃんとは解散解散してお別れして、また次のリハーサルの場所で会いましょう。はい、バーイ。はい、ということで次は明日 MV の撮影なので、みんなとリハーサルをします。この後女優さん、メインキャストの方もいらっしゃって、スタッフの方もいらっしゃって、一緒にリハーサルをして明日撮影となります。みんなよろしくお願いします。明日は何時起き？2時4時集合なので、はい、ということで今前日リハーサルが終わりました。今は表参道の方に移動してきて、これから3っていうスキンケアとかコスメのブランドの新製品の発表会に行きたいと思います。リハーサルは本人も含めてやったので、ちょっとドキドキだったんですが、すごい受ける方だったし、あとはこう監督と一緒にやることで、じゃあこうしてみましょうだったりとか、なんかこういろいろなアイディアがそこから生まれたりして、すごく撮影がいい感じに進みそうな気がしています。もう12時間後には集合の時間なので、みんなとはまた後でねみたいな感じでバイバイしてきました。明日無事に撮影できるといいなと願ってます。じゃあ3の発表会行ってきます。ということで、妹のアンナです、はい、こんにちは。150センチのアンナです。アンナも YouTube やってるね。今日は今ね、はい、3 の、 あの新作発表会にご招待いただいて、アンナと一緒に行ってきました。めっちゃ楽しかった。楽しかったね、うん、すごいなんか勉強になったね、うんうん、声優があんな風に貴重なんだみたいな、効果なんだってこととか、うんうん、ネイルとかも夏に向けてネイルめっちゃ可愛い。やりたいものいっぱいあったね、うん。2人ともジェルネイルじゃなくて自分たちでいつも塗ってるから、うんうん、ちょうどよかったよね、うん、ぴったりで。しかもなんかその先端が剥げにくいっていうのがめっちゃ嬉しいよね。確かに3のネイルは確かに試してみたいね、うん、ちょっと家に帰ったら早速新しいネイルに、はい、いただいたネイルにチェンジしてみたいなって思います。じゃあアンナもお仕事に戻る、はい、私もこれから別の用事に行くのでじゃあまたね、またねバイバーイ。はい、ということで帰宅しました。今日はね、朝からダダダダダっていう風に予定が入っていたんですが、まずはね、明日の MV 撮影に向けた前日リハーサルですが、今回のお仕事としてはダンシングっていうよりは動きとか仕草と
か配置とか動きのアイディアみたいなところを全体的にやらせていただいてます。で、女優さんが今回メインでキャストでいらっしゃるので、ダンサーと女優さんとがミックスした状態でそういうのができるかどうかとか、見え方的に円がいいのか斜めがいいのかとか、なんかそういったことを細かく調整して監督とかとも相談して作っています。で、とうとうね、明日リハーサルなので、今日は最終調整ということで本人と一緒にやらせていただきました。ちょっとね、明日の朝が早いのですごいドキドキしてるんですが、すごく吸収のいいというか、すぐに浸透してくださる方だったので、動きもすんなり入っていただけて、明日きっと大丈夫なんだろうなって少し安心しました。私はすごくコンテンポラリーダンスっていうジャンルが好きなのは、そういった仕草的なものから、動きからダンスからポーズから幅広く表現の可能性を深められるのがすごく好きなので、今回もお声掛けいただけてすごく嬉しかったです。すごくってたくさん使っちゃってでもやっぱりこう、人間が生きてるだけで動きが必ず伴うものなので、ダンスに限らず身体的なテクニックが必要なものに限らず、存在する上でのちょっとした動きとかデザインとしての動きとか、そういうスパイス的なものを考えさせていただけるっていうのはすごく嬉しいです。今後もね、いろいろなところでそういったお仕事ができたらなっていうふうに思います。で、なんと今回のミュージックビデオが初めて私が出演しないミュージックビデオの振り付けをやらせていただいています。それもね、すごく初めての経験なのでドキドキしてて、今までは自分が出て自分が振り付けするとか、自分が出てダンサーズの振り付けもして出演するとか、何かしら表に出るっていうことがあったんですが、今回は私はもうがっつり監修とか振り付けのみなので、それもね、なんか出ないから安心するかと思いきや、全然そんなことなくって、逆にすごく大丈夫かなっていうふうに不安な部分があります。まあ、今日振り付けお渡しして一緒にできたので、そういった点では安心なんですが、クオリティっていう面だったりとか、みんなのケアだったりっていうところで、明日はすごくドキドキするかなと思います。自分が出てきた中で、あ、これやってほしかったなとか、あ、こういうヘルプ欲しかったなとか、そういうところを惜しみなくダンサーをサポートしていきたいなって思いますし、スタッフさんへの心配りだったりっていうのも気をつけたいなっていうふうに。で、その後に2つ化粧品ブランドさんの新製品発表会に行かせていただいたんですけど、今回は化粧品ブランドさんだったんですけど、結構そういう機会が何回か週に1回2回とかあって、それもとても表現っていう面で勉強になってます。プレゼンテーションをする仕方だったりとか、私みたいなゲストが行く上でどうやったら楽しませられるかっていうのを皆さん考えられて企画されてるので、自分が逆にそうやって主催する側だったらどうかなとか、ダンスをする上でこういうことをしたらサプライズになって面白いんだなっていうところが勉強になるので、毎回とってもワクワクしながら参加させていただいてます。美容だったりダンスってこう遠いようで近いというか、こう見る人、感じる人、届ける人にどうやって伝えるかって多分皆さん考えるところだと思うので、とてもいろいろ刺激をいただいてます。ということで、今日はそこまでね、自分ががっつり踊るっていうことはなかったんですが、盛りだくさんな一日になりました。この後お風呂入って、ちょっと最近ハマってる半身浴を30分から1時間ぐらいして、で、夜ご飯はさっき焼き鳥を食べたので、お腹空いて好きすぎて食べたので、あとゆで卵と、なのでそれで過ごしたいと思います。そして明日早く起きたいと思います。では1日目またね、バイ。おはようございます。ちょっと顔やばいです。予約してたタクシーがキャンセルされて、ということで今日はミュージックビデオの撮影です。
まず1つ目のロケ地を終えまして、2つ目のロケ地に着きました。すごいね、雨もちょっと降ったりしてるんですが、止んだりしていて、みんなで晴れろ晴れろって祈りながらやってます。そんなに寒くなくっていい感じです。はい、今前半戦の撮影が終わりました。これからお昼食べて後半戦になります。ちょっとね、雨が降ってきちゃったのが残念なんですが、最後まで頑張りたいと思います。はい、ということでラストカットとなりました。今6時なので12時間以上経ちましたね。アーティストさんのシーンも終わったので、あとはダンサーズのみんなと頑張るのみです。すごく素敵なロケーションでできてるので、完成がめちゃくちゃ楽しみです。ということでラストカット頑張りましょう。おはようございます。今日3日目です。今日はですね、私が今自主制作で進めている作品作りのリハーサルです。前回の MV に出てくれたメンバーがほとんど出演してくれるので、長い時間をね過ごしたみんなとできるので、ちょっと絆が深まった状態で今日はリハーサルできるかなと思います。で、今回の作品が結構ね、挑戦的な自分の中では新しい試みなので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。どんな感じになっているかは後日リリースになるのかな。楽しみにしててください。行ってきます。はい、リハーサルから帰ってきて家に着いたら、なんとオフポーズのサンプルが届いてました。イエーイ。実は前回の受注会のアイテムとは別に、今また違うちょっとね仕込みをしていて、そのサンプルが届いてました。すごいカラーも可愛くっていい感じなので、テンション上がっております。で、この後スタジオにまた戻って振り付けを作るので、この後準備していきたいと思います。はい、ということでスタジオ着きました。朝もねここのスタジオ使ってたので、数時間ぶりに前戻ってきました。最近はなんか空き時間があると、こうやってスタジオを借りて振り付けを作ったりとか、あとは頭の中を整理するためにもカフェだったりスタジオにこもって作業することがあります。ということで、今日はちょっと上半身を使った振り付けを考えなきゃいけないので、1個お仕事でその振り付けを考えます。あとは、まあ、時間があったら YouTube のデータの送信だったりとか、今日朝やった振り付けを布団にはめたりとか、そういう作業をやりつつ体を動かして調整をしていきたいと思います。私の場合はどっかでも喋ったかと思うんだけど、1時間とか2時間でキュッて凝縮させて完成させるっていうよりは、今日の1時間と明日の1時間と明後日の1時間でどん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 修正を重ねて良くしていくみたいなやり方が合ってるタイプなので、あんまりやるぞみたいな気合を入れすぎず、今日はじゃあこんな感じかな、うん、じゃあまた明日やってみよう、で明日にな、次の日になったら、あー昨日の感じいいと思ってたけど、もっとここら辺詰められそうだな、じゃあ修正していこうみたいな感じで、寝かせることでだんだん出来上がっていくっていうタイプです。
なので、今日もねあんまり時間はないんですがやっていきたいと思います。ということで一旦帰宅しました。リースをお借りしてきました。衣装ね8人分たくさん入っております。夜時間あったら誰に何っていうのを割り当てていこうかなと思います。もしかしたら明日になっちゃうかも。はい、そしたらあと10分後に打ち合わせがあるので急いで準備したいと思います。ということで私の3日間の Vlog いかがだったでしょうか。今はありがたいことにダンスだけでお仕事ができている状態なので、こう毎日自分がどうやって過ごそうかっていうのをこうダンスに絡めながら考えるのがとっても楽しいです。そしてダンスを軸にしながらも化粧品だったりファッションだったりそして音楽だったりっていうことでいろいろな分野の方と出会えるのもとても化学反応が楽しくて、ダンサーって言っても一言でね言ってもいろいろな広がりがあってすごく楽しいです。今回は3日間の Vlog だったんですが、お仕事が例えばない日だったり余裕がある日はバレエのレッスンに行ったりヨガのレッスンを受けたりコンテのワークショップを受けに行ったり自分の中の時間も大事にするようにしています。また何かこんな日が見たいよっていうリクエストがあればぜひぜひ教えてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。